八戸市議会は、愛知県八戸市に設置されている、地方議会である。政務活動費及び費用弁償の支給制度はない。2006年、大原伊佐夫は、八戸市一平等町中に井田に2階建ての、賃貸アパートを2棟建てることを計画。建設予定の建物が、市所有の用水路に隣接していたことから、市は、大原に対し、 用水路にはみ出さないように求める通知を出した。ところが、大原はこれを無視。2007年、アパートは壁が水路側へ幅65センチ、長さ60メートルにわたってはみ出して建築された。2019年8月、市民オンブズマン活動を行う加藤昭義から住民監査請求がなされ、同年10月、市監査員は、市は、 財産の管理を怠る事実があったと指摘。市に対し、大原に2年以内の壁の撤去と不当利得約133万円の支払いを求めるよう勧告した。2020年2月16日、市議選が出行され、九段の住民監査請求をした加藤明優が初当選した。同年同月、大原は支払い義務はないと主張し、 債務不存在の確認を求める訴訟を名古屋地裁に起こした。これを受けて、同年3月、市は大原への提訴を決定。同年6月、加藤雄氏は大原に対する議長不信任決議案が市議会定例会に提出。6月24日、当事者である大原と議事を司る副議長の鈴木緑を除く14人で採決が行われ、公明党と 日本共産党と無会派の計8人が賛成、与党会派の精神会の6人が反対し、賛成多数で不信任決議は可決された。裁判は7月7日に始まるも、大原は現在も議長の任に当たっている。2005年頃から住民監査請求を続けてきた加藤雄氏は、雅美市役所の新庁舎建設をめぐり、保証金外法、 通常より高すぎるなどとして2013年と2018年に住民訴訟を起こした。前述のごとく2019年8月には大原伊佐尾所有のアパートの私有地不法、選挙問題につき住民監査請求をするなど市民オンブズマン活動を積極的に行ってきた。2020年2月16日の市議選で加藤昭義は初当選。市役所新庁舎は 同年2月末に完成。同年7月22日、加藤らによる損害賠償請求住民訴訟の訴えは却下され、原告は控訴を断念した。同年9月、佐藤貴清は当選前に住民訴訟を起こし、オンブズマン活動で死に大きな負担を負わせたとして、加藤に対する辞職勧告決議案を市議会に提出。 9月23日に行われた採決で賛成7、反対7と同数となったが、精神会所属の大原伊佐議長の採決により、原案通り可決された。佐藤高清は、訴えが却下されたにもかかわらず謝罪をしなかった。これ以上、話し合いの余地がないと判断して、決議案を出したと説明するが、 当該辞職勧告決議については、メディアも大きく取り上げ、各界から批判の声が集中した。以下はその例。2020年2月16日執行当日、有権者数35,534人最終、投票率50.03%定数、16人、立候補者、数、19人2016年2月14日、執行当日有権者数、 34,590人、最終投票率、55.61%定数、16人、立候補者、数、18人。ありがとうございます。